橋本チャンネル始まりました。はい、橋本里奈です。もうすぐチャンネル登録者数10万人ということで、どうやったら10万人いくねー。いやー、ほんまにもうちょっとですよね、はい、そうですね、今が94,837人ってことで、あと5000人ちょっと、それってめっちゃ多いですよ。なかなか長い道のりなんですけど、どうやったら10万人行けばいいかなって悩んでたところ、はいはい、なんと、はい、救世主、誠の救世主が読んでないんですけど、勝手に来ました。どういうこと？近くにいるから行くわっていう感じで来てくれたんで呼びたいと思います。レイチェル来ました。なんで？もう YouTube 収録の時間聞いてたから、うん、それに合わせて仕事ずらした、私は。なんてなのやばすぎ。デリアのサウナ終わりに合わせてきた。さあ、ありがとうございます。イエーイ、やっと来ました。スタジオになると超久しぶりか。全然オファー来ないじゃないですか。で、前回のそのレイチェルがスタジオ来てくれた時の激辛のペヤング食べたやつをちょっとこう遡って見ていただきたいんですけど、うん、その日もこれ来てた。ねえ、マジウケない。マジウケない。全然服持ってない。本当に悲しいんだけど。いやですね、YouTube 用でそれを着ていただいてる。ユニフォームがいい。ユニフォームですね。いや、もうすぐね、レナ、10万人なんですよ。すごいですね。でもなかなかやっぱり10万人の壁ってすごい遠くて。橋本さんはインスタは何人いるの？80万人ぐらいかな。おかしくない？みんな登録してくれてない。79万にしても4,080万ぐらいですね。そうですね。なんで登録しないんだろう。毎日ちゃんと貼ってる URL。配信日だけじゃなくて、うん、毎日。厳しい。やろ。もうすぐ10万人ご協力お願いしますって、そういう下手に出ることはあんま好きじゃないでしょ。ああ、やらんかも。撮影からも埋まる埋まると思ってあんま告知せんやろ。せん。あいつめっちゃ告知するやん。埋まってないんやって思われたくない。でしょ。でも本当に埋まらないから告知するしかないねん。でもそうよね。YouTube やってます、個人でやってます、うんうん、こういうチャンネルがありますっていうのを知らん人も絶対まだまだ多い。でも分かるね、気持ちは。例えばリナもインスタフォローしてる人、まあ、何百人かいるよ、うん、Twitter も自分でフォローしてる人何百人かいるよ、うん、でもリナ自分の YouTube でチャンネル登録してんの 3,4 チャンネルぐらいしかないもんって思ったら、やっぱチャンネル登録を押すっていうのは結構なハードルなんかもしれない。なんかおすすめで流れてくるから気になるサムネあったら見るみたいなパターンって多いけど、更新されてるかをチェックしたいチャンネルってリナ全然ない。一旦チャンネル登録するわ。おい！してなかった？何もしたことないチャンネル登録。え、ゼロチャンネル？ゼロチャンネル。マジ？あ、待って、 BTS だけしてた。手助けのつもりで押してるけど見てない。 YouTube も全く。登録者数を増やしてあげた。あ、え、BTS の？うん。え、BTS 多分必要ないよ、そのレイチェルの1。え、橋本里奈は必要ある？あるよー。レイチェルの1ある？あるよー。こういう、あ、ありがとうございました。登録したよ。増えたー。ってことは今後レイチェルが YouTube のアプリ開くたんびにめっちゃリナ流れてくる。もう BTS リナやもん。出てリナ。そうなん。どこのページで、あ、ここで流れるってこと？基本そう、あ、そうだと思う。うん。ね、ジェラードンばっかり見てる。ジェラードンめっちゃ好きなの。ばっかり。お、なんか流れ出した。知らない。うるさい。ジェラードンがめっちゃ好きなの。この前ジェラードンさんとなんか YouTube 出てたよね。YouTube じゃない。ジェラードンさんの誕生日会に呼んでもらった。もうね、憧れる。大好きなの、ジェラードン。あ、なんすかその誕生日会は。ジェラードンさんのアタック西本さんが、あの、誕生日に橋本里奈ちゃんに会いたいって言ってくれて、サプライズで行きました。番組で。その日も暇やったのに。水着着て。いや、服着て行ったんですよ。サプライズで出てきて、そのサプライズだけかと思いきや、服がビビビって破れて水着になるっていう、そこまでがプレゼントっていうのをやりました。面白い。朝8時ぐらいから、何回も何回もリハーサルして。着れんな、着れんな。なんでここでクレーム言うの？着れんなよ。朝早いのやっぱ怒るから。ね、朝早いのめっちゃ怒りますね。うん。なんなん？朝早いってさ、前日から潰れるやん。それってさ、もうさ、夜早いみたいな話になってくるやん。
でもどんなに早くさ始めても夜結局さ長くいるよ、ね、結局そう昨日もあやちゃんとともちゃんとレイチェルと4人でねご飯して、うん、まあご飯解散しようみたいな、うん、明日リナもあやちゃんも早いからみたいな出てんけど、あやちゃんは8時間はあや寝たいからつって帰ったので、リナは今日朝からサウナやったしお酒も飲まずに普通にお茶飲みながら喋っててんけど、うん、もう一杯だけもう一杯だけ気づいてまあ1時とかぐらいそうねとかになってそっから家帰ってお風呂入ってなんだかんだに携帯触って寝ようと思ったらもう2時半3時ぐらいになって今日7時に迎えに来るって言うから、え、キレてるやん、キレてんの、なんでな、苦手やね朝がその他のサウナいつなんか収録すんねんみたいって、えー行きたいって言ったら、いや朝めっちゃ早いでってすごい言われて、ええなんもなんも平気なんだけど、エイチェルって、うん、朝めっちゃ強いね、めっちゃ強いシュンって起きる、うん、え、でもサウナロケ来てよ、行きたいよ、めっちゃ楽しい、でも汗も出ないし胸もないんだけど、あ、そうなんだ、そうなんですよ、うん、胸がちょっとないんだった、お尻で、これは本当にないですよ、ただ朝だけは強い朝は強い、じゃあ10万人までは、うん、レイチェルのファンの方にもいいですか借りて、言うわ、言って言うわ、で10万人超えたらちょっとセラ外していいよ、なんでなんそう、ちょ、いつレイチェル出てくるかわからんから、そうね、やっぱフォローで来るからね、しといておいてもらう、確かに、だってリアのファンの人もレイチェルのことを応援してるし、レイチェルの写真集の時クラウドファンディングをお金入れたりしてたし、やっぱレイチェルのファンの人にもやっぱリアのチャンネル登録は無料ですから、うん、DVD 買えとは言ってないんですよ、すぐ言います、すぐ言います、 DVD 買えとか、うん、写真集買えとか、うん、まあ言ってない、言ってないよ、言ったことない、でも俺らのファンの人はお前らレイチェルに挨拶行ったんかと、確かにリナのファンはマジで毎回挨拶に来てくれる、レイチェルとか挨拶行って、レイチェルクラウドファンディングやってるらしいよっつって、レイチェルの写真集買ってたよ、ありがとうございます、すぐギルドのみんなに言うわ、ゲーム内だけでもそういう力がこう積もれば、そう、チリツモですから、10万人いくと思うんで、10万人いったらまたちょっと10万人のお祝いをね、うん、したいなって、え、その時も呼んでくれます、うん、うん、うん、もちろん10万人の企画は、うん、10キロのお肉を食べるか10杯お酒を飲むか、そっちがいいな、10杯飲むサウナ10セットするから、つらっ10は未知だなシリーズでサウナがめっちゃ人気でね、うん、そうよね、で今日でちょうど5回終わったんですよね、うん、第5弾、第5弾終わって、うん、まあ、次からちょっとコラボだったりゲストだったりっていう話をしてましたけど、来てくれるサウナ、いや行くよ、あ、行きたいです、サウナ行きたいもん、野尻湖とか行きましょうよ、あ、言ってたんですよね、テントサウナいいですね、あ、10万人キャンプどうすか、いいじゃん、女子キャンプ、ドライブ、女子だけ、え、メンズも呼んでくれるパターンあんの、いいですか、僕らでよければ理想の男性呼びます怪しいね、怪しいね、もう思いついてる人いるから、じゃあ、じゃあどう、岡田くんは来てもらおうかな港区に住む岡田くん知らない、うん、今度紹介する可愛くて、うん、港区に住んで自立してて、うん、母性くすぐられる犬みたいな人、すごい、なんか好きそうじゃない、最高じゃん、うん、紹介するね、ぜひ動画見てください、岡田くん、じゃあ、うん、10万人になったら一緒にレイチェルとお出かけできるから、うん、レイチェルのファンの方も、はい、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします、そしてこの動画を見てるけどまだチャンネル登録ボタンそういえば押してなかったわっていう方もきっといると思うので、うん、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします、よろしくお願いします、コメントと高評価もお待ちしております、そしてレイチェルの SNS もチェックしてみてください、以上、橋本レイチェル、橋本レイチェル入れてくれんのこれから、以上、橋本チャンネルゲストはレイチェルでした、ありがとうございました、バイバイ。